この動画は、キンパ好きなおばさんの個人的思考により作成されています。ご覧になったあなたの好みとは違うかもしれません。そこんとこ、よくご理解の上でご覧ください。今日のキンパはシンムルウォンキンパ。日本語にすると植物園キンパってなります。ソプルコギキンパ、5500ウォンです。筒状に巻くのではなくて、このようにお弁当箱のようにして渡してくれました。開けてみます。ああ、トレーのように引き出すんですね。プルコギがぎっしりと詰まってます。一切れの半分ぐらいがプルコギですよね。まあ種類がプルコギキンパですから。あ、これ2段に分かれていたんですね。一切れが普通のキンパのようにこんな風に薄くて、その下にもう1段キンパがありました。上から見ると2段あるのが分からなくて、これだけってちょっと思ってたのですけど、2段あるなら納得です。入ってるのは牛肉とたくあん、人参、卵。この白いのは何でしょうね。緑のここの部分はレタスじゃないし、ちょっと種類が分かりません。食べてみます。これ一切れで口の中いっぱいになります。そしてプルコギの味が口いっぱいに広がってとっても美味しい。断面を見た時にたくあんが邪魔するんじゃないのかなって思ったけど、そんなこと全然なかったです。これ美味しい。この白いのは何だろう。これ薄揚げですね。味は薄いけどほんのりとわかります。この端っこどうでしょうね。あ、これまた違う味がする。この端の部分ってプルコギの量が少ないのね。だから全体の割合が違っていてまた違う味がします。たくあんのコリコリも噛み応えいいです。このキンパは端っこも十分に美味しい。ここはリピアリです。また食べたい。場所はこちら。地図にマークを入れたあたり、どこかです。何軒目って覚えてないので、でもこのあたりなのは確かです。店構えと店内の様子です。店名が植物園キンパとなってるのは、店のインテリアと関係があるのでしょうね。お客さんの食べ残しは自分でポジャンしてくださいと書いてあります。持ち帰り容器は500ウォン。テーブルにお箸やスプーンなどは一切ありません。
すべてセルフになっています。もちろんお水も。次はお店の名前になっているシンムルキンパにしてみます。今日もご覧くださってありがとうございました。